皆さんこんにちは、紫スポーツクイーンズスクエア横浜店です。今日はですね、ミニロングボード、ロングボードいっぱいありますけど、ご紹介したいのは今年大流行のこのソフトテック、ソフトボードですね、スポンジボードとも言われてます。本格的なスポンジボードがたくさん入ってきました。こちらがですね、スポンジボードコーナーたくさんあります。まず代表作ウォーターランページ、この限定モデルキャッシューですね。ニューポートから入っているキャッシューブランド、こちらが人気ですね。そしてミニロングいっぱい置いてあります。こちらの方は10フィートからですね、9フィート、8フィート、7フィート、いろんなサイズが置いてありますが、だいたいお値段はですね、なんと5万5千円から3万円台、かなりお買い得になってます。そしてこちらがですね、先ほどご覧になったCJ ネルソンのミュージック、こちらかっこいいですね。7万8000円で本当にショートボードとファンボードの中間のアウトライン、シングルフィンでよし、クワットでよし、トライでよしのモデル。そしてこちらがストーンブレード、こちらスクールでもよく使われている人気のモデルです。7フィートで5万3000円、幅が広いのが特徴ですね。そしてこちらが8フィート、こちらも絶対乗れるんじゃないでしょうか、乗りやすいボード。そして完璧にリーシュフィンがついてます、ワックスはいらないというモデルですね。さあ、そしてこちらがバブルからストーンブレード、いろんなモデルが置いてあります。こちらのローターランページの長めのボードも人気ですね、かっこいいです。いろいろなモデルが置いてあります。さあ、そしてこちらがですね、ショートボード、フィンレスや海水浴エリアでも遊ぶ方、ボディーボード代わりに使っている方も最近多いですけど、浮力があって大人でもテイクオフが可能、そして子供も使えるという安心して遊べるボードが多いですね。ウォーターランページはもちろんですね、置いてあります。人気のブラックジョーク、ブースター、ドリフター、ミニパンダ、全部あります。そして最近人気急上昇中のソフトテック、お買い得になってますね、トムキャロルモデルもあります。そしてこちら結構ですね、湘南でよく見るロケットというモデルですね、2万5000円台です。こちらがトーピード54、本当に種類が多いので皆さんがスタイルに応じて選ぶことが可能です。フィンレスからツインフィン、トライフィン、クワット、いろいろな乗り方ができる、スタイルに応じて選べるボードが豊富に取り揃えてあります。皆さんぜひですね、今年の夏は1本ソフトボードあると楽しめると思います。お子さんとパパママが兼用でできる唯一のサーフボード、それがソフトテックですね。そして海水浴エリアでも楽しむ人が急上昇中です。フィンを外すとですね、結構海水浴エリアで使えるボードが多いです。この辺の短めのボード全ておすすめです。そして本当に乗りやすいボードをお探しという方は、初心者の方なんかはこの辺のソフトボードがいいんじゃないかなと思います。でこちらはお子さん用のウェットスーツもありますので、もしこの夏サーフィンデビューされる方はこちらのウェットスーツ、子供用を見に来てください、たくさんあります。最近ですね、ソフトボードにもこのようにデッキパッドを貼る方は多いので、ノンワックスのでデッキパッドは有効かと思います。そして FCS がね、ワンが使えるボードもいっぱい置いてあります。フィンもいっぱいあるので見に来てください。ぜひこの夏はこの次世代ミニスポンジボードを見に、家族で1本、パパ、ママ、お子さんと使えるボードを見に来てください。お待ちしてます。以
以上クイーンズスケア横浜店からでした。ありがとうございます。